肩慣らしていこっかな。 やれるものなら勝手に。私には勝てないでしょうけど。やるじゃない。何？待機中。命令を。彼が敵を焼き払って。そんなものか。気をつけてください。やるじゃない。ああ、いい気分だ。 キレッツ。もう、強いぞ。陰りぬまの巨人のお腕ましだぞ。響け。もう、まだ足がするべきことをするべき。理解や納得を得たいわけではありません。もうおしまい。勇気力の差ではなりません。 皆を救えますように。相手が悪かったら俺は剣の魔法も貴様の価値になど興味もない。後悔させてやる。すぐに終わらせてやる。死を 予期せぬ瞬間に訪れる。情けないな。ゴミが転がってると思った。あとはお願い。この黒い光は滅びの光よ。何ですか？ あなたの最後は私の手で。知りなさい。幸運があなた方にあらんことを。西の獣よ。ひざまずけ。礼をわきまえろ。響け。これはなかなかなのだ。反逆のつもりか。わらわが相手する。 私と遊びたいのか？ そんなものか？ もしかして手加減してほしいのか？ 私の力見せつけてやろう。容赦はしない。礼儀とは何たるか教えてやる。なめてやる。掃除 何かと思えばまたそこですか。消えない。普通ひしめく共演の中、甘美な悲鳴を奏でるがいい。苦しんなるぞ。分からない。光を求める者たちを自ら道を開きなさい。安心して、私がいるから見ていてね。 これが未来の縁の第1個になるんだから。ふう、なんだか面白そうなのだ。よーし、みんな。なかなか面白かったのだ。お礼にいいものを見せてやろう。もしかして手加減してほしいのか。 この程度驚くには値しない。さっさと片付けちゃいましょう。さて行くわ。私の番だ。失滅の刻限は近づいた。避けられぬ。 結末の前に神戸を垂れよ。強いぞ。まだ。
暴れ足りぬ。ここは私が接く。己の限界を試す時ですね。ひれ伏しなさい、偉大なる自然の前に。何でですか。飛ぶなら翼を、走るなら足をちぎってあげる。痛いでしょ。ああ、つまらない。だから死んで、悪夢のその先へ落ちなさい。何でですか。采配があなた方にあらぬ。間違えたかしら。愚かな行為を悔い改めなさい。私に任せておけ。召喚権限で命令する。最大出力で攻撃せよ。この程度ですか。ください。そんなに無駄死にしたいのですか。私を邪魔立てするものに生かしておく価値などない。絶望を受け入れ、空虚へと回帰する。無駄死にしたいじゃん。このまま屈するわけです。光る者たちが自ら一歩を踏み出した。